今回はいやきつい、きつすぎそして終わんなかった。これも何年ぶりかですね。簡単なパートがなかったですね。やっぱ全体にこうアナウンスする人のミスです。始まりました、むちゃちゃんねる。さあ、今回はですね、受けてきました第282回トイック公開テストですね、まあ、11月28日午前の感想を述べたいと思います。いや、難かった。今年一番できなかったですね。まあ、初めてかな、全パートで悩んだのは、本当にトイック何回も受けてきて、100回以上受けてきて初めてのことだったかもしれないですね。初の全パートで悩みましたね。そして終わんなかった。これも何年ぶりかですね。すごい、何年前、終わんなかった時ははっきり覚えてるけど、会場が東大の駒場キャンパスのすぐ近くの会場の時以来。まあ今回はいやーきつい、きつすぎなんかスーパーむずいっていうよりは、えっ？ってなる問題がいくつも散りばめられてたって感じですね。いやパート7も長かったし、今回ダブルパッセージ、トリプルパッセージだいぶ長かったね。まあ、超巨大会場だったんですけど、びっくりしたのが、うわもうめちゃめちゃ並んでるじゃん、これもう何、もっとディズニーランドなのっていう感じで入って、で会場でまた超並んで、やっと入れたって言って、で部屋入ったら人がほとんどいないんですよ。あれって思って時間見たら、そう、僕ね30分勘違いしてたんですよ。30分早く行ったんですよね。だからいつもより早い時間に起きてっちゃったんですよね。何やってんだか、もう早起きしなくていいって動画出したばっかりなのにもう忘れてた。そう、昨日も3時ぐらいまで仕事したのに、結局朝7時ぐらい起きていったんで、やっちまったって、まあまあまあ頭がぼーっとしてるっていうのはあったんですけど、いやそれでも難しかったんで。まずだってパート1で悩んだからね。パート1の最後分かんなかったわ。2つ、いやどっちも正解じゃないって思って、いや結局分かんないのに。パート2もいくつも悩みましたね。え、これが正解、こっちが正解、正解楽ねみたいになっちゃったんで、やっちまった。でもだから、やばい、パート1、2で間違えたかもしんないから、これもうパート3、4めっちゃ頑張ってやんなきゃいけないと思ってやったんですけど、だからパート1が初めてややむずって感じで、パート2がむずくて、まあややなんかな。でパート3が悩んだ。これも、いやもう絶対1、2で間違えたから間違っちゃいけないって気合を入れたんですけど、それでも1問分かんなかったかな。でパート4も1問、分かんなかったと思う。結構難かったね。だから簡単なパートがなかったです今回。リスニングでリーディングも、いやパート5ややこしいよね。いや全部合ってると思うんですよ、合ってると思うけど、文構造を非常にちゃんと考えなきゃいけない問題が出てて、時間取られましたね。だパート5で詰まっちゃって、あれと思って、でパート6行って、パート6もあれっていうのがいくつか、やっぱ文挿入問題がってなる感じで、でシングルパッセージに入って結構まあまあいいペースで行ったんですよ。あ、だからここでもうトイレに行くしかないと思って、そう、大会場なんで、もう時差体質出るはずなんで、これ早いとこ行っとかないと、もうすごい時間トイレ行けないわって思った。で、だからトイレ行ったわけですよ。すげえ大会場でめっちゃ遠いわけですよ。会場出るまですごい時間かかるし、その後トイレまで行って。で、トイレ行って、もう今まで検温されてたらトイレから戻ってきたら、それなかったですね、今回。で、戻るにもさ、場所がわかんないのよ、でかすぎて。何番から何番はこの通路って貼られてたやつがなくなってんのも。どの通路みたいな、トイレ行っていいですかって言ったら、私が言ったおじさんがこっちこっちって言って、また走って戻って、でまあシングルパッセージは行ったんだけど、ダブルトリプルでめちゃめちゃ時間かかりましたね。いやこんな時間かかるのかって思ったぐらい、見つかんない答えがどこにあるのっていうのがもう次々出てきて、ああ、ここで照らし合わせるのかとか、ああこれからこれが言えるのか、これはさすがに言い過ぎじゃないと、これは推測で言えるかとかも引っ掛けがやらしいしさ、これだって正解になっちゃうでしょうとかさ、もうそれの繰り返しみたいな感じで次々やってて、いつもよりダブルパッセージトリプルパッセージ長いし、どうすんのこれみたいな感じでやってって、最後終わんなかったですね。最後は2番目かな。あ、トイックって複数フォームがありますから、同じ問題とは限らないですけど、
最後は2番目も終わんなくて、どこに答えあんだろうと思ってこう探しても分かんなくて、そのまま終了しましたね。もう分からん、適当につけようってやって終了、だからすごい久しぶりに終わらなかった。だね、トイレ行かなきゃよかったわ。その行ってる時間で読んでた方がよかったわ。でもほら、その時差体質なんだから読んどいた方がよかったんじゃないですか、ね、時差体質だったんだから、まあそのトイレ我慢できないんだったら行った方がよかったんじゃないの。時差体質だったんですけど、まあこの会場、ね、一緒の会場だった人だったら分かると思うんですけど、守んなかったですね今回ね時差体質を。まあ僕は行ったことあるとこだったんで、あのね、川井塾のね、全体会講師の会のでやった会場だったんですよ。だから知ってたんですね。まあ2つに分かれてましたけど、川井塾の全体会あれが1個になってて繋がってて超巨大会場だったんですけど、だからトイレね、並んでる人たちいて、いやいやもう1個あるの知ってるって言って私は空いてるとこに行ってたんですけど、今回はね、あの司会っていうか全体にこうアナウンスする人のミスです。アナウンスする人がお疲れ様でした、本日の時期は何とかあったみたいな、お疲れ様でしたって言っちゃったんですよ。もうそしたらもうお疲れ様でしたって言ったらもうみんなブワーって退出しちゃう。まあ私はそのお疲れ様でしたって大体言う前にはもう立って歩いちゃってるので、本日の事件はみたいなもうザーって言って、でみんなブワーって言ったら時差退出を行いますって言ったんだよね。でももう戻れないっす、そんな一行でずら前も後ろも人だらけ、戻ってくださいって言ったって、いやもう戻れんし、こんなに人いっぱいいて、でわーって対するって、密になりますから戻ってくださいとかって言うんだけど、いやいやその理由はおかしいでしょ。だってもう入室するときに超密でみんな並んで待ってたのに、何を今さら密だからとか言ってんだよと思ったけど、まあという大変な回でしたね。だってもう戻れない、みんなこうやって階段とかこうエスカレート、まあエスカレートは当然戻れないしこうなっちゃってるからもう不可能という感じで受験終わりました。はい、今回は非常に苦労しました。いやーもうね、嫌だったということで、まあはい、18時からは、いつも通り反省会ライブやりますのでそちらもご覧ください。でちょっと1日経って見ちゃってる方は反省会ライブの方はアーカイブ、メンバーシップ限定のアーカイブになっちゃってますけど、はい、そういった形になります。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 いやー疲れた、まあほんと大変だった今回。今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。